高木武氏は、日本の政治家、実業家、自由民主党所属の衆議院議員、衆議院議員運営委員長。本名の、こうは、いわゆる、はしごだかだが、ジス X0208 に収録されていない文字のため、高木武氏と表記されることもある。選挙などでは、高木強氏との表記を使用することもある。高木正治株式会社代表取締役。 社団法人日本青年会議所、北陸新越地区協議会会長、防衛庁長官政務官、衆議院議員運営委員長、国土交通副大臣、復興大臣原子力問題調査特別委員長、などを歴任した。福井県敦賀市生まれ。福井県立敦賀高等学校、青山学院大学法学部卒業。高木昌司代表取締役。 日本青年会議所北陸新越地区会長などを歴任した。ジップの孝一は鶴ヶ市長を務めていたが、後日の武市の下着に関する件が問題視され、高木市長の息子はパンツ泥棒だなどとする文書が巻かれる騒ぎとなり、1995年の市長選挙で落選している。翌年の第41回衆議院議員総選挙には、 たけし自らが自由民主党公認で、福井3区から出馬した。しかし、この選挙においても、下着に,に関する件を問題視した団体が、たけしを批判する文書を配布する事態が起きている。その結果、民主党公認の辻和彦に敗れ、落選した。2014年7月1日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、安倍晋三と2000年の、 第42回衆議院議員総選挙で前回、敗れた辻を下して初当選。なお、この選挙においても、ジップである、高木光一の銅像に何者かがパンツをかぶせるという、騒動が起きている。これ以降、衆議院議員選挙のたびに、下着に関する件を批判するチラシが巻かれたり、選挙ポスターの上に、パンツ泥棒と書かれたステッカーが大量に貼られたり、といった騒ぎが起きている。 2005年、第3次、小泉改造内閣で防衛庁長官政務官に任命。2009年の第45回衆議院議員総選挙で民主党公認の松宮伊を破り4選を、ただし、対立候補に初めて比例復活を許した。なお、この選挙で自民党は歴史的大敗を喫したが、福井県の小選挙区は全て自民党候補が当選した。 2012年の第46回衆議院議員総選挙で合選。この選挙を最後に、福井3区は廃止されたため、高木は同選挙区から選出された最後の国会議員となった。2013年7月、佐田玄一郎が週刊新庁に女性問題を報じられ議員運営委員長を辞任したのに伴い、公認が選出されるまでの間、委員長代理を務めた。 同年8月2日、佐田の自認語空席になっていた、衆議院議員運営委員長に正式に就任した。2014年9月、第2次安倍内閣で国土交通副大臣に任命される。同年12月の第47回衆議院議員総選挙で、衆議院の定数削減に伴う選挙区調整により、新設された福井2区から出馬し、6選。 2015年10月7日、第3次安倍第1次改造内閣で復興大臣に任命され、初入閣した。2017年の第48回衆議院議員総選挙で7選。2019年10月4日、議員運営委員長に就任。2015年12月11日、復興副大臣、長島忠美と天の粒を、試食2016年1月4日、 復興庁職員への訓示日本共産党の機関紙で、ある新聞赤旗の報道によれば、高速増殖炉、文字を運営している、独立行政法人、日本原子力研究開発機構の関連企業、高速炉技術サービスが、高木が代表を務める自由民主党福井県第三、選挙区支部及び、高木の資金管理団体、21世紀、政策研究会のパーティー券を購入し、 高木側に対し計354万円の献金を行っていた。高木が代表を務める政党支部が公電との名目で選挙区内の有権者に対して法的に問題のある寄付を行っていたことが明らかになっている。公職選挙法では政治家や政党支部及び資金管理団体が選挙区内で公電や強化などを出すことを禁止している。しかし、 高木が代表を務める政党支部は2011年から2013年にかけて選挙区内で行われた葬儀に対して公電や倉花を支出したと政治資金収支報告書に記載していた。なお、有権者に対する公電に関しては政治家本人が葬儀に出席しポケットマネーで支払った場合に限り公職選挙法で例外的に認められている。そのため、 高木の事務所は、公電について、本人が私費で公電を出したが、誤って、政党支部の支出として記載したと説明しており、高木のポケットマネーであるにもかかわらず、政党支部の支出として記載していただけがと、説明していた。高木本人も、国会で、私が、葬儀の日までに弔問に行き、私費で出したと答弁するなど、公電は、ポケットマネーであり自ら手渡したと説明してきた。 しかし、遺族らが、津やか葬儀の時に、高木氏の息子が持ってきたなどと証言したため、高木の主張は否定された。高木が代表を務める、政党支部と資金管理団体が、選挙区内の有権者に対して、法的に問題のある寄付を行っていたことが、明らかになっている。公職選挙法では、政治家や政党支部及び資金管理団体が、選挙区内で、公電や、 強化などを出すことを禁止している。しかし、高木が代表を務める政党支部は、2011年から2013年にかけて、選挙区内で行われた葬儀に対して、高田山倉花を支出したと、政治資金収支報告書に記載していた。さらに、高木が代表を務める資金管理団体も、2011年から2012年にかけて、 選挙区内で行われた葬儀に対して枕花を支出したと政治資金収支報告書に記載していた。なお、公伝については公職選挙法に例外規定が存在するが、枕花については公職選挙法に一切の例外規定はなく全面的に禁止されている。そのため、高木の事務所は枕花について講演会として 会の最高幹部らに出したが法律上問題があり二度と起こらないよう関係者に注意したと説明し法律上問題のある寄付であったことを認めているただし閣僚辞任や議員辞職などについては特に表明しなかった支給された政党助成金は余った場合国庫へ返還する要政党助成法により定められているが年高木は 1> 計119万円を基金の名目で保管し、うち224万5千円を車の購入代金に当てていた。復興大臣就任に際して公表された肖像写真ジップは元鶴橋町の高木光一。ありがとうございます。